さあ皆さん、超分どっから授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、日大の長文に行ってみたいと思います。本日の全体像ですが、皆さん、段落は5つ、そして扱う設問形式が空所補充でございます。5問ついているんですが、これは皆さん全部行きますので頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。皆さん、一度空を押していただいた後ですね、この空欄21番。選択肢皆さん、ここ4つ書いておりますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントですが、空欄の右側にですね、and があるんですよね。ですから、おそらくヒントはこの and の右側、特に線を引っ張ったところですよね。厳しい状況の中でも生き残ることができますよ。生存できますよ。というプラスの価値観を持つ表現が書いておりますので、それと and でつながってるはずですね。ですから正解は1番、easy to grow ですね。栽培しやすいというところでよろしいかと思います。育ちやすいんですよね。で、非常にこう前向きなプラスの価値観を持った表現でございますので、問題ないかと思います。で、他の選択肢眺めていただけますとわかるかと思いますが、さすがにマイナスの価値観を持つ表現ばっかりですからね。ですから1番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところですが、この下線部引っ張ったところですね。もちろん助動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。皆さん、続いて第2段落でございます。作書22番、こちら書いておりますので、皆さん、選択肢4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントなんですが、皆さん、ウニャウニャゼアストレングスという話が書いておりますけども、このストレングスでつながりそうなのは、この波線のところですかね。The Great Pyramids to keep up their strength ということで、力を維持するという表現ですよね。それが皆さん、まずヒントになるかと思いますし、あるいは、アスリートですね。Athletes、運動選手に対して、皆さん、力を何々させるためということを考えていただけるといけるかと思います。ですから正解は3番ですよね。インクリース、増加させるんですよね。ですから皆さん、運動選手に対しては当然力を増やす必要性が出てくるかと思いますので、問題ないかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところですが、例えばこの辺りであれば、これですよね。ビルド、一般動詞の右側、もしくは前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、第3段落でございます。作書23番、こちらにございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントなんですが、空の右側にですね、ハイブラッドプレッシャーですね、高血圧、とか、高コレステロールですかね、もしくは癌という話がございますが、その病気、病に対してどうするものなのかということなんですが、皆さん、点々点のところちょっと引っ張ってみました。治療のために存在してますよね。もしくは、医学的な特徴を持っている様子が伺えます。というあたりを考えていただけますと、高血圧や癌といったものは一体どういうことになるでしょうか。もちろん正解は2番ですよね。プリベントという話が書いております。ですから、防ぐ、予防につながりますよね。ですから、治療とか医学的な特徴というところで皆さん、ちゃんとつながっていけますよね。で、皆さん、ヒントにしたところですが、例えばこの辺りだったら、前置詞の右側。もう一つも、これですよね。for という前置詞の右側でございます。情報構造バッチリです。
サミさん第4段落でございます。皆さん空欄24番こちらにございますので選択肢考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さんヒントになったであろうとこにちょっと線引っ張ってみました。例えばこの辺りであれば皆さんデーモンとヴァンパイアですね、注釈がついておりますが悪霊とか吸血鬼がやってきませんよ。もしくは、この文末ですよね。プロテクトゼンフロムザタイガーアタックスということで、皆さん自分たちを守ってくれるんですよね。ということで皆さん、イービルスピリッツをどうすることになりそうでしょうかね。もちろん正解は4番ですよね。話してくれるんですよね。つまり、入ってこない。自分たちの身の身を守ってくれるんですよね。ということは、離れた状態にさせておけたということですから、選択肢の4番正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたところですが、皆さんこの2箇所ともですね、助動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん最終段落でございます。空欄25番がございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さんヒントなんですが、空欄の左側に Now がありましてですね。で皆さんその手前見ていただきますと、これですよね。三角括弧で食ったところに Now もございますので、このあたりをヒントに考えていただけるといけると思います。でもちろん正解は3番ですよね。高く評価されているということですね。ですから皆さん広く使われているということは高く評価されているというところにもちゃんとつながっていきますよね。でもちろん他の選択肢どうですかと言われたら1番だったらエクスティンクと絶滅ですし2番だったらなんかダイエットって話ですね。4番だったら捨てられておりますのでやはり広く使われているというところとはやはりずれてしまいますのでやっぱり選択肢の3番でよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたのはこれですよね。B 動詞の右側ということでございますので、情報構造バッチリです。サミさんお疲れ様でございました。空小順問題5問を見ていただきましたが、皆さん結局はですね、委員会を成立させることができれば、十分それが得点につながったりですね、合格につながっていくんですよね。で、先ほどの最後の問題なんかもそうなんですが、このあたりですね、本文では、widely used ということで、広く使われておりますということです。で、広く使われてるよということは、正解皆さん、highly regarded でしたが、高く評価されているからこそ、広く使われているふうに、広く使われているというふうに言い換えることができますので、ですからそういうふうなところを皆さん意識しながら、今後も練習していただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、ヒントはじゃあ、どこなんですかと言われたら、例えばこういうところですよね。B 動詞の右側なんかが、特に重要でございます。情報構造の観点から、このあたりをしっかり見ていただけますと、ヒントが見つけやすくなるかと思いますので、情報構造も参考なさっていただけるとよろしいかと思います。いけますかね。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。